はい、それではドラゴンクエスト5実況プレイパート2始めていきたいと思います。よろしくお願いします。えーい花、えーい教会で悪いことしてる。親のお母さんはボヤが小さい頃亡くなりになったそうだね。でも負けちゃダメよ、あなたなんだよ。みんなパパスのこと知ってる。猫そう、ここ前さ、全然最初行かなくて。何があるん最初。困った困った。親方が薬の原料を取りに行ったまま。そっか、洞窟行かないといけないんだ。ちょっと奥行きたいんすけど。まだ入っちゃダメ？あ、そう。猫かわいい。猫かわいい。にゃーにゃー。かわいい。伸びしてる。おっちゃん。ここは教会。あ、入るつもりなかった。よいしょ。自然破壊。おい。焚き火する。焚き火が燃えている。うさぶいさぶい。そう、井戸入れるんだよね。やっと井戸の意味をなす。おーおーしかも、めっちゃ光っとる。なにこれ。サンタローズの石。なにこれ。何に使うんやろ。だってこんなんさ、ファミコン、スーファミの方なかったろ。おい。おい。お、勇ましい人がいる。勇ましそうな人。ぼや知ってるかい？武器や道具持ってるだけじゃ知ってるよ。知ってるよ。なんせ、プロですから。間違えた。買いに来たで。竹の槍、尖った骨、菓子の杖、銅の剣、そのうちブーメラン買うからお金は大切に取っておかないと。えい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 。なんじゃこりゃ。なんじゃこのシステム。おっちゃん。もう寒くちゃ作物が育てないわ。井戸の底からそんな石拾ってきたん。へえ、サンタローズ名産。名産。ぶち割って、あ、ぶち割ってね。原石探してたな。え、売れるのこれ。カールおじさんじゃん、この人。見て見て、花畑にしてみた。おじさん見て。あれ、おじさんに話しかけたい。見て、花畑。その代わり、こっちの花全部なくなりました。早く進めって話よね。バー。ありゃりゃ、かわいいお客さんが来たぞ。ここは酒場坊やに早すぎるかな。ジュース。お酒？ぽい。ぽい。うせえ！シーラな、はい。なんか割っちゃった。上に、確か、いたはず、ビアンカちゃん。あれ？こっちか。いた！私の住んでる町は、アルカパ。薬を取りに行ってくれた人がまだ戻らないの。本当は誰かに探しに行ってもらいたいけど、あんたの父さんパパとも忙しそうですね。誰か遠くの奥まで様子を見に行ってくれる人はいないものかねー。というわけで見に行かないといけないわけでございます。さて。大体の人話しかけたかな。どうやって行くんやっけ。こっからこう行って、じじい、
まよいこじゃな。だったら父さんのご用の邪魔はせんようになしてないよ。お、勇ましい人。坊や、この先は洞窟だ。迷子になってもおじさんは知らないぞ。でも行かないばならぬ時があるというのです。すげえ、洞窟こんな感じか。薬草。え、迷子になりそう、なんか。おー、出た。トゲ坊主スライム。いきなりみたいか。あ、勝てる勝てる。いえ、ここで頑張って貯めて、金貯めてブーメランを買えるようにしないと。これどっち行くんだっけ。こっちか。リリリリリーン。お、セミモグラ。どんどんニュー敵が出てくるね。わ、強い強いぞセミモグラ。かわいいかわいいな。こう動くとかわいいな。動かないとかわいくないやつも動くとかわいいな。イエーイ。階段これ。おお、階段や。おお、すげえ、洞窟。おお、らしくなってる。これどっち行くんが正解だっけ。でれれれれん。うわ、いっぱい。うぅ、すげえ音が細かいね。ドラキーさんが飛んだらバサバサバサって音がする。おお、すげえ、ドラキー強え。イエーイ。レベル上がんない、上がんない。道具で薬草をむしゃむしゃしましょう。むしゃむしゃ。もう早速使っとこうか。どうせいずれテクタンに使うことやし、力の種も。オッケー。こっち違うっけ。あ、違うっぽい。こうやって視点移動も活用しつつ、すごい藻が生えてる。やった、金金。でででででーん。イエーイ。いこっちどっちだっけ。え、こんな広かったっけ。リリリリリン。お、大きづち、かわいい。強っ。怖いよ。やめてー。いえ、レベルが上がらない。薬草を無駄に使ってしまう。行き止まりかーい。こっちは？あれ？正規ルート、あっちに宝箱あるじゃん。後で取りに行くか。あ、宝箱。ディリリリリン。イエーイ。レベルがちっとも上がりません。宝箱、ディリリリリン。イエーイ。宝、旅人の服。これ今着れる？今布の服やろ。おう、ちゃう、装備したんやって。おう、旅人になりました。イエーイ。レベル上がらない。そして見ての通りヒッピーがヤバいであります。呪文は今ないんか。そっか、薬草。寝てらっしゃる。
ぐーぐーはいかん。そうだ、本当に寝てるんだった。この衣装してくれるか？はい。やれやれ、助かった坊やありがとう。これでなんか、あのおかみさんに薬を渡せるってもんだ。男したら、ららららん。これで戻るしかないので戻ります。イエーイ。おう、てれてれ、やーっと上がった。能力が増えた。あ、そんな言い方するんや。ホイミ、来たー。じゃあ、一回プレイしてるの、この辺はバシバシカットしていきたいと思います。バシバシ。そりゃ、ここ見てなかったね。危険入るな、と言われてるので入りましょう。イエーイ。え、動いた。え、これ動くけどどうなん？え？わからん。あれ何の意味があったん？そういや。川の盾、おお。川の盾、川の盾。装備。オッケー。うん、いいね、いいね。じゃあ戻りましょう。出てきたぞ、迷子にならなかったぞ、よくやったー。え、でもいつか迷子になりそうやな、なんかさ、スーファミやったら 2D やからなんとかなっとったけどさ、花畑だけなくなったー。くそー。よいしょ。この花を、あの美しい女性に持っていくと、好感度が、上がる。お花よ。サンタローズの町。お花無視された。それで、家に戻ればよかったっけ？どうだっけ？さて、父さんちょっと出かけるか。ああ、行っちゃった。あ、あ。出かけさせるのが先か。そっか、まあいいでしょう。で、お休みになればよかったんだっけ？てれてー。ああ、寝てる、かわいい。あ、いるいるいる。起きてきたか、テクタン。薬が手に入ったので、テクタンのおかげです。女二人では何かと危ない。え、まあ行きますよ。だから、女二人で帰るよりも、この二人が、ついてくる方が逆に危ないと、思うんだけど。パパスはおかみさんを、テクタンはビアンカちゃんを、みたいな感じで、お気をつけて。でもこの先敵でんかったよね、確か。連れて行ってくださいます、パパスさんが。ありがたや。ちびっこかわいいなぁ。着いた。アルカパー、パパス殿お通りください。2年ぶりなんじゃないの、この人も。うわ、パパス殿ってここではならないのね。あ、ジジイ。あ、おかみさんお帰りなさい。お薬は手に入ったんですか？これで主人も良くなると思うわ。噂のダンカーンさん。ダンカーン。顔が見れない。なるほど、こんな顔なのね。5本5本、病気がつるといけないからあっちへお行き。よかったらビアンカと遊んでらっしゃいな。遊ぶ？ギヒ。私のお父さん病気なのよ。はぁ、知ってるよ。散歩に行くの私も付き合うわ。デートー、デートー。ヘイ。昔レヌールの城にはたくましい王と、はあ、うん、あれ、この話夜聞かんかったっけ、前。怖かった、怖、
まあどうせ行くことになるんでしょうけどね。レヌール城か。よいしょ、入れない。ドン。何も入ってないとは。お風呂一緒に入ろうよ、ビアンカちゃん。洗ってあげるよ、いろいろと。ぽい。ぽい。お！キメラの翼。お！ここはいい部屋。ルームサービスがなってるね。ここ出たら？おー！バルコニー。何の意味があるん？しかしここ。用のないバルコニーは作らないでください。あと行ってない場所がこっちだっけ？ここだ。なんか、ジジイが座ってたとこ。マーシー。私は世界の珍しい食器を集めて旅をしています。へぇ。銀のティーセットでお茶を楽しんでいたとか。それわざわざ取ってこいって言うの。取ってきたらなんか絵もくれるん。さて、じゃあ、イベントを見に行きますか。どこやっけ？バー。ぽい。ぽい。テクタンは、村を、家を荒らします。はぁ、あ。美しいワニーちゃん。親坊や彼女を連れてお酒を飲みに来たのかしら？でも可愛い彼女ね。大きくなったらきっと美人になるわ。おー。ドットと違って、こう、セクシーな感じが余計するね、こう。ね。CG だと。色っぺーよ。こういう時こそ視点移動。え、何この家、なんもない。うちの子ったら子猫なんか拾ってきて。よいしょ。視点が戻らん。え、これぐらいか。で、ここに猫がいるはず。あ、めっちゃなんか、ゆさゆさ、いじめてる。ここは防具屋。あ、ビアンカちゃんも、装備、あれか、できるんか、今。道具屋。あ、道具はちょっと今はいらないかな。ここだっけ、ブーメランが置いてあるとこ。ブーメラン、ブーメラン。ブーメラン全然足りないお金。はい。ここあるカパー。花。花取った音の、時の音がいいね。もぎゅっぽい。これあれ、プレステじゃない。スーファミ版だとなんか犬っぽい感じするけど、どっからどう見てもこれ、猫じゃないじゃん。カラララロー。変わった猫だろ。変な声で鳴くから面白いぜ。ほら、もっと泣け。やめなさいよ、かわいそうですわ。その子を渡しなさい。この猫私だってどうする？そうだな、いじめるのも飽きてきたし、欲しいならあげてもいいけど、そうだ、レヌール城のお化けを退治してきてくれたなら、そりゃいいや。レヌール城のお化け退治と交換だな。これでお化け退治に、行くというフラグが立つのです。セーブしに行こう。ハゲ。お、小さいのに教会に来るとは関心な子じゃの。わしの小さい頃思い出すよ、じゃい。ふわふわふわ。お祈りしまーす。はい。これセーブがちょっとめんどくさくなるなぁ。ここで、オッケー？これあれ、プレイ時間出るんやね。で、お告げを聞きたいであります。99、ビアンカちゃん18。なるほど、もう用事ないよ。そうだ、ビアンカちゃんにテクタンの、余った
を着せてあげよう。え、あ、もうすでに着てるんか。なるほど。お鍋の蓋とかどう？あ、すでに持ってる。え、じゃあ何のためにお鍋の蓋あったん？いらんやもん。売ればいいんちゃう？こういうのって。売っちゃう？声。ブーメランが欲しいんで。不思議な地図売れない。お鍋の蓋と、あれ、こんだけだっけ。あ、布の服、まあ、全然足りひんないけどね。じゃあ宿に戻ろう。これで、あ、こうか。またしたなってことは、ランカンの病気はどうやらただの風邪らしい。なんてこったい。ランカン大体元気ないよね。パパさん、パパさん、このまま帰るなんてとんでもない。せめて、今日だけでも。ワンナイトラブー。それじゃあお言葉に甘えるとするか。ああ、よかった。さあ、どうぞこちらへ。いけない、恋が、始まってしまうのです。そうか、こんな上に上がるんか。ここか。じゃあパパさん、どうぞごゆっくり。明日は早く出るぞ。村のみんなが待ってるからな。へえ。そしてテクタン起きて。テクタン、やばい。起きたわね、テクタン。じゃあ早く行きましょう。どこへって？もちろんレヌル城よ。お化け退治して、あの子猫を助けなくちゃ。レヌル城はこの町からずっと北にあるそうだわ。さあ行きましょう。さあ、スーファミ版ではレヌル城ね。行っては死に、行っては死にを繰り返し、大変な目にあったけど今回は、上手に行くことができるでしょうか。といったところで、といったところで時間が多分いい感じなので、さっきセーブしたばっかりだけど、もう一度セーブをしたいと思います。はい、二つぐらいセーブしました。で、これでいい絵にしたら電源切ってくれるんかな。お、このまま電源をお切りください。ご親切。はい、ではパート2このあたりで終了したいと思います。これはゲームをするときはディスクはプレステ2の中に入れっぱなしでいいのかな。メモリーカードはまあとりあえず抜くけど、抜こうかな。うん、どうしたらいいんやろ。よくわかんない。まあこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。